今のクリノリスの魅力っていうのはちょっとなかなかこう言葉で言い表せないんですけども、簡単に言うと何ていうかこう何なんだこりゃみたいな、そういうなんかエキゾチシズムもあり、なんかそのちょっとこう何て言うんですかね、現代の東京の空気ってまた他とも違う空気があると思うんですけど、そういう中で展開されてる物語っていうことで、やっぱこう世界の人たちの目っていうのは最初から意識してましたし、そういう人たちにむしろ楽しんでもらえたらいいなっていうのは一番最初にありましたね。マーケットとしてはもちろん日本のために、日本マーケットのために作ってるんですけど、気分としては日本の文化とか日本の雰囲気とかドメスティックな空気とか、そんなものを全く知らない人たちがポッと見た時に面白いと思えるかなとかっていうこと、興奮できるかなとか感動できるかなっていうことが結構いつも念頭にあったので、もちろん原作は長い原作があるわけなんですけれども、その、まあ、これはこの今の国アリスだけに限らずなんですが、何でも、大体映画だと3幕構成っていうのがこう非常にバランスが取れる、まあ、2時間のものを描くときには3部構成にすると大体バランスが取れるっていうのはもう我々が学生の頃からなんか昔は3部構成しなきゃっていう頭があるんで、3部構成とか何かってじゃあここは第1幕にしよう、ここ第2幕にしようとかってこうやってたんですけど、だんだんやっていくうちにまあなんかこう自由に面白く書いてて、ああなんかいい感じになったかな、だんだん構成のことなんか分かんなく忘れてこう書き始めちゃうんですけども、でイメージに近づけるようにいろんな調整するっていうか、なんか何度も書き直して、脚本で言うと何度も書き直して作っては壊し作っては壊ししたところではありました。そうですね、優れた主人公を作る鍵ってことなんですけども、まあ優れた主人公を作らなきゃいけないとは思うんですけども、映画っていうのは、まあ、映画に限らずそのストーリーテリングっていうのはそういうものかもしれないんですけど、まあ、優れた主人公を作ろうと思って主人公を作ってるわけではないんですが、やっぱりなんていうんですかね、その人の強みっていうものがあると思うんですよね。その人の強みが、まあ、もちろん自分もやっぱりその監督としてこう描いていってる時にやっぱりなんかなんとなく自分に重ねて思い描いて、その人物を思い描いている時の方がなんかその、うん、なんていうかね、描きたい人物像になってってるような気がしますよね。すごく悪人だと思っていても、何かその背後にかすかに彼にしてしまったものっていうのも原因があって、やっぱりその、その原因によって彼は何か歪んだ道に行ったんじゃないかみたいな。はい、どうも失礼いたします。